はいみなさんこんにちは。今だからのんびりフィルムカメラの一人フォトです。えー、今日は、えー、と特にねあの、えー、話題というものもなくて、えー、youtube アップするもここのところねあのー、なんだったっけはいえー、リコーのシータを撮って、えー、夢中になっていたんですけれどもあのー。 リコンのシーターはだいぶ使い方がね分かるようになってきて、まあ、こまあ実践投入できるのかなーっていうくらいの知識がついてきましたでもねあの、えー、やっぱりねフィルムカメラをかまっている方がきっと似合ってるんだろうなと思って今日はえっ、ー、とねニコンの FE ですねえっ、ー、と今 えー、フォーカシングスクリーンの清掃を1回したんですけどまだちょっとイマイチだったんでもう1回ね今日はねあのー、外して上の,あのミラー部分もちょっときれいにしたらね本当にね視界がクリアになりました、まあ、これでいよいよモリトの交換をしようかなと思いながら、えー、モリトのね、えー、交換を。 皆さんに, <laughs> にお見せする動画じゃなくてただ,ただただただモルトクワクを交換しながらあのええー、一人一人でベチャベチャゃりながらはいえー、と動画を作っていますええー、まあこういった YouTube やってると <laughs> いろんな方にねいろんなあの <laughs> アドバイスだとかご意見だとか頂い,いて 今日もね、ちょ,ちょっと、えー、たまにはね、あのけ結構あ、なんとなくちょっと YouTube しばらく休もうかなーなんていうコメントがあったりとかね、<laughs> あのするんですけれども、まあでもね、あのえー、と私のやっぱり YouTube 見ていただける方ってみんなね、あのえー、とポジティブな、えー、とコメントいただくので、 それを励みにね、ままたやってます。眼鏡外さないとどれぐらいのモルトの太さかわかんないの割と細いかなまあまあだ久しぶりにニコンの FE のモルト交換をしたいと思いますうんそうまあちょっと使える <laughs> 使えそうなものはね古いこういう端っこみたいなモルトを使って えー、交換をしていきます今日,今日はねあの実はもう収録する予定じゃなかったので、えー、もう部屋着に着替えてもう寝る寝るばっかりにしていたんですけど、えー、まだちょっと早いのでねベッドに入っても寝つけないと嫌なので。 モルトを交換することにしましたえっ、ー、とみ皆さんねこのニコン FE については <laughs> えと思い出がある方が結構いらっしゃって、ね、1978年の発売なのでちょうど、えー、バブルの前ですよねでえー ミアルファ7000が、えー、1985年なので、まあ、それよりももうちょっと前の時期の、あのー、カメラになりますけれどももう本当にね、あのー、皆さんコメントありましたけど完成度の高いカメラですねでえー、っとねあのコメントいただきましたけどいろんなプロの方が本当に、えー、使っていたということで。 あの改めてねあそうなんだなんて今日初めて気が付いてで、えー、とコメント見て、えー、ググってあ本当に本当にねあのいろんなところでアフガニスタンとかね、えー、とプロのカメラマンが使っていたんだということがすごく分かってねでそういう、えー、カメラの横にやっぱりあるのはライカですよね。 やっぱりあのライカ使ってる方もあの使いながらあの日本のカメラをサブのカメラに使ったりっていう方もいらっしゃるしもう日本の,の、えー、F2 とか、ね、F3 をメインに使ってそれで、えー、FE をね、えー、サブで使ってる方もいらっしゃるんだなということであやっぱりあのそのライカというカメラそれから えー、日本のカメラというのがやっぱりあの世界でねあの昔からあの活躍していたんだな、まあ、報道の、ね、世界でもねそれから、まあ、いろんな世界で活躍していたんだなということが分かりますねうんなか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 上手にあの最初から晴れましたねで次は。 はい中のモルトを変えていこうかなと思っています久しぶりにね手に入れた本当にえー、とニコンの FE ですのであのちょっとね大切に使ってみようかな実際にねこれはフィルム入れて使ってみようかなと思いますねもうモルトなんかないですね 溶けて溶けてしまって全くない全くないですね今日はねあのモルトやる風景を撮るんじゃなくてあの、私がただただねあの、ブツブツぼやきながらね、えー、モルトを交換しているという動画ですのであの、モルト交換はねいろんなカメラであの、私のチャンネルでモルト交換ってやるとね何だろう オリンパスの OM とかねキャノンの、えー、FTB とかね本当にあのいろんなカメラ、えー、ミドルタもね交換してますよねですので、まあ、そちらをご覧いただければいいかなと思います <laughs> モルトの交換はねうんまあ覚えるとねあのコツさえ覚えてしまうとえー、と簡単にですぐにできるようになるんですけれども でも、プロの方のねモルト交換とは全く違いますよねなのであのそういった意味ではああ参考にならないかもしれないですけれどもいつもねこんな風にもう完全にね溶け,、えー、溶けちゃっているモルトなんで果たしてモルトがどこに貼ってあったんだろうとか思いながらねこれは多分ニコンの場合はこっちかな <laughs> あの、<laughs> モルドって基本的には遮光なので光が入らなければいいんですよねちょっとつまようじを,、はいうじをね、今、ねえー、っと持ってきました、えー、立ち上がるとねもうあのま,るまるっきりパジャマなので、えー、ちょっと今は、はい、カメラを、ね、オフにして持ってきました だいぶモルトもね、あのー、使ったので減ってきましたね。だいぶ減ってきたなぁ。そろそろ買わなきゃ。追加で買わなきゃいけないですね。うんと、こっち側に貼った方がいいかなそんなに大きなモルトが貼ってあった様子じゃないんですよね。だから使えるものがあったら使いたいんだけど、使えるほどのモルトはないかな 誰もほとんどのとはない <laughs> 皆さんもあの多分ねあのガチャガチャ工具の入ったあのコンゴ箱持ってると思いますけれど <laughs> 私もねあのガチャガチャ工具が入ったあのコンゴ箱持ってますね。 ニコンの FE あたりはそんなに難しくないのかなモルト交換はねマイクマイクを外してましたねはいあんまり声が変わるかどうかわかんないですけど 最近、ね、あのフィルムカメラの、えー、過去に撮った、えー、写真を、ね、あの再掲というか、ね、あのお届けしてますけれども本当に、ね、あの明らかにやっぱり、ね、デジタルと違うんだなっていうのを、ね、最近つくづく思いますね。フィルムカメラの色ってデジタルでやっぱり再現できないものなのかなあのと思うようになりました。 というの,があの先日、えー、とご覧いただいた、えー、と京都府の宮津に行った時の,、ね、あの電車の写真とかねあのそれから今日あの古い写真見直してたんですけれども、えー、バルナクライカに、まあ、フ,ェルフェドエルマです、ねえーをつけて撮影したあの写真を見たらね 何ていうのかなもう <laughs> あのデジタルで再現できないような写りをしてましたっていうのはいい意味でも悪い意味でもなんですけれどもこんな風にねあの写るんだというあの写りをしてますよねだからやっぱりそれがねそのえっ、ー、とデジタルカメラだと,だとその場でもう 確認できちゃゃうじゃないでですか。でもフィルムカメラってあのすぐに確認できないですよね。なので、えー、と皆さんもあると思うんだけど現像に出して例えばね36枚ってほんのわずかなんですよね。デジタルに比べたらほん,ほんに数枚なんですけどもその写真を見てその時にあのがっかりすることってないですか,なんか、えー こ,こんんな風に撮れたんだって、その時にはがっかりするんですけど数年後に見直してみるとあのそ,のその時のねきあのがっかりした記憶も含めてねえー、とあフィルムカメラって楽しいなって <laughs> やっぱり思いますね。なのでフィルムカメラで撮ったあの写真って あのデジタル撮ると絶対失敗しないような場面でちゃんと失敗してるのでそれをねあの見直すこともやっぱりあのフィルムカメラの魅力だし後で見るとその失敗だと思っていた写真がむしろねあの、えー、とあさすがにフィルムカメラだなっていうように、えー、とプラスで捉えることができるっていうのがこのかあの。 フィルムのやっぱり楽しさですねであのゴ、えー、GO、さんから情報いただきましたけども富士フ,フィルムがねエクストラの生産をやめて富士、えーえー、400だったかなあの、えー、やっぱり400の,あのフィルムを発売する、まあ、変わっていくということなんですけれども。 あの決してねあのよくねあのさっきねちょっ,とちょっとぼやいたんですけどこういう YouTube や,やってるとたまにねけ結構ねあのどうせフィルムなんかなくなるのになんで,なんでフィルムカメラの YouTube なんかやってるんだなっていうコメントを頂い,いたりとかたまにしてちょっとめげたりするんですけども私はね最近思うんですけどやっぱり。 この文化っていうのはあのなくならない,ないのじゃないかなと最近ねあの思うようになりました。でそれはな,なぜかというとあの最近ね若い方20代の男性からコメントいただいてもうねあのえっ、ー、と スマホもね、あのいろんなデザインカメラをで撮影してみたけど、もうそういうのってあの古いと思う。だから、あのこれからね、あのフィルムカメラ、えー、今始めましたみたいなコメントいただいて、あのすごく嬉しかったですね。あの私が当初ね、あの思い描いていた、 あの若い方がねフィルムカメラ使っていただけるといいなと思ってじめこのチャンネル始めたんですけどあの本当にそういう人たちがあの出てきたということで出てきたというかもうたくさんいらっしゃるんでしょうけれどもねあのコメントいただいてすごく嬉しかったですねであの女性からもねコメントいただいて やっぱりあの機械式のカメラが好きだということであのえコメント頂い,いたりえしますのでやっぱり YouTube やっててあのよかったなって最近ちょっと思いますね。こういうふうにモルトを貼り付ける時とか。 とほら、集中しますよね。そうするとあのいろんなことを忘れてあのなんだろう昔私あの木曽川でねよくあの中学の頃まで高校までかな釣りをしてたんですけど その時ってあの無になるじゃないですかそれにねちょっと似たところはありますね本当に無になってあのカメラをかまってるような気がしますね私の実家はあの木曽川まで歩いて5分のところにあったんですねあ今でもありますけれども なのでもう学校から帰るといつもね木曽川に行って、まあ、全国的にはウグイっていうんですけどもこの辺では赤カウオっていうんですけどあのウオを釣りに行ったりそれからアブラハヤですねこの辺ではねクソモツっていうふうに言われるんですそんな魚を釣ったりとかねそれからオイカワですねオイカワを釣ったりとか。えー いろんな魚をあの釣ったのその時にこういう、まあ、モルドコア感と同じようにもう竿の先に神経を集中してねあのじっと、えー、魚の,のあたりを、ね、待つっていうそ,のさそういうのにもねなんか通,じてる通じてるところはありますよね。 やっぱりだから、えー、と人間ってそういう時間が必要なんじゃないかなぁそう思いながらねあの今モルトを、えー、少しずつ交換をしています今日はねあのモルト交換を <laughs> あの えっと見ていただく動画じゃないのであのいつもみたいにいかに素早くあのええー、交換をするんじゃなくてまあゆっくりねええー、じっくり交換をしていきたいと思いますそういえばあのえっ、ー、と私あのショート動画でねあの フィルムをね、60秒で1分間あの YouTube のショートって1分しかないので1分間でフィルムを変えますなんていう動画を流したらえー、っとすごいあのモサがいてねあのフィルム1分で変、えー、えるなんて動画を流すんじゃないと。えー 自分は取り続けたけど1分間で交換じゃなくて10秒以内に交換しなければあの電車は行っちゃうんだぞそんなあの下手くそな動画を流すなっていうようなことが言われて10秒で交換ってねどういうふうに交換するんだろうって私は分かんないんですけれどもまああのすごいですねやっぱりね 上には上にはっていうか私全然上じゃないんですけどもあのすごい人たちがいるんだなって思いますね。でも私のチャンネル自体がね今だからのんびりフィルムカメラなのであの, <laughs> のんびりした動画をこれからも流していこうかなと思っています。 なんであのいつもねあのチャンネルの最後に言いますけどえー、っと <laughs> あの温かなコメントをぜひお寄せいただければ嬉しいですねなんか世の中がねすごく今なんていうのかなスピードが 早くて早すぎてしまってせめて趣味でねあのカメラ構う時くらいねのんびりしたいなと思いませんか皆さんは <laughs> <laughs> このねこの今変えてる ニコン FE ですけどやっぱり前の方がねかなりね使い込んでらっしゃるんできっとねもういろんな写真をねいろんな場面をねあの撮影して,し,してきたカメラなんだなと思いますねしかもねあの大切にきっと使われてたんじゃないのかなあの使ったえっ、ー、と擦り傷はあるんですけれども あの大きなダメージがないんですよね。っていうことはやっぱりあの大事に使われたんじゃないかなと思います。たぶんねニコン FE はねここにここがモルトだと思うんですよねこことここにモルトだったと思うんだよね。これだけ全くあの、モルトがなくなってるとね 多分こうだったんじゃないかなみたいな <laughs> ボルトのあり方になりますね。<laughs> えっと今ね私の住んでいる信州の基礎のえっ、ー、と大桑村っていうところなんですけど大桑村ってあの関西電力。 電力王と言われた福沢桃介という方があのこの木曽川水系にダムを建設したんですけれどもその方がね確かに中国から持ち帰ったあの3色の桃があるんですね花桃っていうんですけれどもあの今全国あのいろんなところであの観光名所になってますけれども一番最初に、えー、と持ち込まれたのがあの 私の住んでいる大桑村だと言われています。で、その、ええー、と、三色桃のね、あの。ええー、と、すごく綺麗な場所が。ええー、と、関西電力。菅原。発電所かな。に、ええー、もともとあったんですけど、そちらの木樹木はね、あの、結構ね。樹齢がいってしまって。ええー、と、今、やっぱり綺麗だなと思うのが、私の家の、ね、からね。 どうだろう、だろ私の家からもう見えるところにあの三色桃たくさん植わってるんですねで多分500メートルぐらいの、えー、三色桃並木があってで、村でもねあの、えー、お金をかけて手入れをしていて、えー、と村は全体に三色桃がねあのいろんなところにあの植わってるというかね植えてしょ、えー、とあります。 あむ村のね、ひるがみ温泉、今日うもすごく綺麗ですよね、もともとはあの大桑村に最初に植えたんじゃないかと言われているものですけれども、まあ、いろんなところでね綺麗に咲いてあの、本当にいい時期、いい季節を迎えたと思います。 なので、まあ、5月の連休にはね、さすがにね、もう終わっちゃってると思いますけども5月の連休は、もしうまく会えば、えー、と大桑村のスポーツ公園っていうところに八重桜がたくさんあの、えー、と食事してあるんですねその八重桜がもしかしたら間に合うかな。えー 今年はちょっと桜がね、遅いということで、桜もね、もももい,、えっと、いっぺんに咲いてきたんですけれども、八重桜がちょっと遅いので、まあ、もしかしたらねあの、ゴールデンウィークまで持つかな、<laughs> いつもはね、ゴールデンウィークの頃、もう枯れてしまってることもありますけれども、うまくするとね、あの綺麗に、えー、夜なんかはね、ライトアップしてますので、えー よろしければ私の住んでいる大桑村に見に来ていただければと思います。<laughs> と言いながら、えー、当の私はほとんどねあの、えー、とこ,のこの近辺にあのいないことがほとんどなので、えー、なんですけどもあの仕事の1回り夕方とかね朝はねあの綺麗な、えー、花が見えて非常にいいところですね。 今ね、えー、とエア吹いたのは、これはね、あの、えっ、ー、と、接眼部分ですので、中にあの何か入ることはないですね。はい。ということで、えー、なんだかんだ話をしている間に、はい、モルトの交換ができましたね。はい。で、まあ、レンズはね、あの、今、どのレンズをつけようかなーって、いろいろ考えてるんですけど、今、 手元にね持ってるのがちょっとねヘリ,ヘリコイドがね硬いのがねちょっと難点なんですけど、えー、ニッコールマイクロニッコールですね 55mmF2.8、まあ、このレンズをねうまく使いこなせることができたらまあ まあ、いろんなところでね、あのなんていうかな、えー、摂車もで,できますからね、で、普通に撮影するには平行ドが硬くても、そんなにねあの、ぐるぐる回す必要ないんですよね。あの本当にあの、えっ、ー、と、マクロ撮影するときだけはあのぐるぐる回さなきゃいけないんですけど、本当にあの動かす角度はね、あのほんの少しでだいたいピントが合うんですよね。 まあ、多少硬くてもねいいのかな、はい、うんこんな感じですねほら <laughs> シャッター音あ…シャッター音はここか <laughs> 聞いていただけたら分かるようにもうあのえー、全然違いますよねあの変える前と変えた後ではね 変えー、る前はねちょっとシャキンシャキンっていうあの金属音がするんですけれどもきれいに変えてしまうと本当にねあの静かな音になります、えー、なんかぶんかね長い時間喋りながら、えー、とモルト交換していたと思ったんですけどまだ20分経ってないですね <laughs> 20分経たずにあっという間にモルト交換しちゃったんですね 30分ぐらいかけたのかなと思って <laughs> あのいたんですけどおも思いのほか早かったですね。はい、ということでねこれ何につけようかなこれにねちょ,っとちょっと似合わんかな今ね、お気に入りであのカメラ持ち出すごとにあの真っ赤なストラップ革製のストラップおそらくね定価で買ったらね 結構な値段すると思う、あの、思うストラップを、えっ、ー、と、中古品で買った、しかもポイントで買ったって <laughs>、あの、お話ししましたけど、あの、最近気に,気に入ってるカメラ持ち出すとには、その、あの、赤いストラップをつけて持ち出してるんですね。この間も、えっ、ー、と、空の旅人さんから頂い,いた、えー、 MZ3 ですね、ペンタクス MZ3 の時も、その赤いスラップを持って、えー、と、芦ノ湖の湖畔にある、えー、と箱根神社で、あの動画をあ、動画じゃなくて、<laughs> フィルムカメラで動画じゃないですね、あの写真を撮影しました。36枚撮ったんですけど、本当にね、あの軽快にあの撮ることができて、おやっぱり、 えとね、あれねあのカメラに私『単焦点の、えー、とレンズをつけていたんですけどあのもう全然『単焦点のマニュアルのレンズをつけて撮影したんですけど本当にね軽快に撮影ができました。なんでやっぱりあの『単焦点レンズはちょっと楽しいですね。ついついねデジタルのカメラを持つとあの。 大三元が欲しいなとかね、えー、小三元もいいなとか <laughs> 思うんですけれども、やっぱりマニュアルでもいいので、単焦点レンズはやっぱりいいですね。もちろんね、全部レンズがあ活躍、大活躍する時もやっぱりありますし、えー、一概には言いませんけど、えー、そんな、そんなこんなで <laughs> ですね、赤いスラップ合うのかな 赤いストラップ、これですよ。これこれこれね多分ね正規で買ったら多分相当しますよね,ねせっかくのつけてみようかな赤いストラップねかっこいいでしょ結構かブラックのカメラに 赤ってあの似,合う似合いますよね。<laughs> なので、えー、結構赤いカメラあのブラックカメラに赤いストラップをつけたりとかねあの赤いあのシャッターボタンの上の何て,て言うんだろうあの特に意味はないんですけどシャッターが、えー、の上にね、赤いここに、ここに。 ここにつけるやつけけすね、えー、つけたりします、えー、そうするとねあのカメラはあのあ同じでもなんとなくテンションだけ上がるんですねもともと赤が好きなのかな、まあ、でもあんまり赤い服を着たりはしませんけどねということでちょっとねせっかくだからつけてみますね 似合うかどうかか。どこ,これはねさすがにニコン巻き用のストラップじゃないですねでここのねこ,ここの両方のバランスの長さって結構こだわるんですよ、えー、ちょうど本当にあにバランスが合わないと気に入らないんで結構神経質にこの辺のバランスは取りますねまあまあ今日は動画なんでねうん まあでもなんとなく <laughs>、なんとなくちょっと良さげじゃないですか <laughs>。はい。えー、ということで今日はね、あのー、正直きき今日の、あのー、今日動画を流そうってとかね、作ろうとかね、思ってなくて、えー、かといって新しい、あのー、新しいカメラをね、あの、動画ごとに仕入れていては、もう、キリがないしね、 久しぶりに手に入れたね、えー、ニコン FE ですね、本当に、えー、19歳のときかな、大阪府の高槻市の、えー、とー商店街ですね、確かね、餃子の王将とかね、あってね、よくあの先輩と一緒に、えー、会員際に餃子を食べたりした、えー、商店街があったんですね。 後にね近くに西武百貨店とかもできたのかな西武百貨店あったのかな反対側だったかなはいえー、そ,そのお店で、えー、もう、えー、す,ぐすぐにもう このカメラ買っておけば間違いないと勧めていただいたのがこのニコンの FE 多分シルバーモデルだったと思うんですよねでえー、っとニコン FE か FM がいいって言われましたけどあの使い方何もわからないっていう話をしたらニコン FE の方を勧められました でも結果的には、ね、やっぱりニコン FE を使って正解でしたねもうずっとあの絞りオートで、えー、と撮影してましたので結果的にはねそれで正解だったんじゃないかなと思います、ね、そういうことでちょっとね花粉症がすごくて申し訳ない えー、まあこれ,これはねこれ以上いくら拭いたってもう綺麗にならないくらいもうずっと拭いてるんですけどねでもこういう風に爪楊枝をね当ててねあのこういう隅のとこに磨いたりとかね、まあ、ななそうすると何となくね取れるんですよね少しずつ汚れが。はい、ということで、えー、今日は夜な夜な私のあの カメラのえっ、ー、とお手入れに、えー、皆さんに付き合っていただくという動画を作ってみました。えっ、ー、と皆さんもねこの動画を見ながらねぜひねあのお気に入りのカメラをね一緒にあの磨いていただけると嬉しいかなと思います。<laughs> <laughs> なので、えー、いつもはねあの <laughs>。 もう少しきちっとしたあの格好をして、まあ、たまになんか、あの仕事のから帰ったばっかりの時はね、あのネクタイなんかして YouTube 作るんですけど、今日はもうこのままあの寝るだけ <laughs> という、えー、格好で動画を作成させていただきました、えー。そろそろね、夜11時を過ぎたので、えー、この辺りで えー、カメラの手入れはまた明日やりたいと思いますというかもうもうもう磨いたって綺麗になるんだろう <laughs> はい最後までご覧いただきましてありがとうございました、えー、皆さんもねあのフィルムカメラのんびり、えー、かまっていただいて、えー フィルムカメラだそうですね。ごめんなさい。フィルムカメラですね。まあ、どっちでもいいですね。フィルムカメラですね。はい。えー、フ、え、ォ、ー、でした。最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。さよなら。